めちゃくちゃいい。強風の時に安定させるような打ち方とかあるんですか？パターン。あるよ。Kパッド。なるほど。おはようございます。おはようございます。今日はカズサモナークさんにお邪魔させていただいてですね、アミの開幕までの最終の調整かな、プロキャディの仙崎さんとお願いします。一緒にさせていただきたいなと。ナイス。うわ、カズ仕上がってる。仕上がってるな。仕上がってるな。大丈夫？大丈夫？大丈夫ません。これは面白いホールだね。ちょっと迷っております。ああ、何で？ドライバーで打つとバンカー入るから。ああ、何も迷わなくてよくない？だってスプーンで打てばクリークでもいいぐらいじゃない？だってフォローなんだし。うわ、素晴らしい。うん。おー、ナイス。最高。ナイス。5番5番ウッドです。ああ、素晴らしい。チョイスも素晴らしい。5番ウッドが好きになりそうです。ああ、もうやっぱこう左向いてそっちに。仙崎さん、一回もう一回打ってもらっていいですか？はい。右の浮き輪分かります？そうですか。浮き輪向いてください。了解です。足浮き輪向いて、でフェース面は木のスレスレ、もっと右向いてください。足もっと右、もっと右、もっと全然右。ボール中入れて、もっと中入れて、面閉じて、そのまんま行って、面閉じたまんまスタンス通りに振って、はい、 OK です。そちらがちゃんと5番ウッドらしい球が出ると思います。なるほど。もともとつま先下がりだからスライスしやすい、ドローかけづらい。結構だから左めっちゃ向いてカットに打って戻すっていう癖がついちゃってるんで。真逆ですね。真逆、真逆、うん、真逆。足して割ったらちょうどいいんだけどね。一回混ぜちゃうか。混ぜたら最強になっちゃう。そうね、臭み出ると思うからちょっとナツメグ多めで。いや、厳しいですねこれ。あ、これはもう出すだけですね。出すですね。うん、クラブがない、うん、高さ的に絶対出ないです。でもしょうがないですね。さあ、完璧なショットを繰り出したアミちゃん、ここから果たしてどのようなドラマが生まれるのでしょう。ここは左からのフォロー。じゃあ雲を見てみましょう。雲は左からのフォローですね。上の木は左からのフォローですね。じゃあ、あんな旗無視しちゃいましょう。何よりつま先上がりがしっかり効いてるので、フックがしっかりかかるかなと。で、アミの心理状況的にバンカーには入れたくないから、結構右から回したいから左からの風はあまり考えたくないっていう思考になってるのかもしれない。素晴らしい、素晴らしい。もうこれ以上ないところ、これ以上ない、これ以上ない、これ以上ない。いや、駆け上がってったけど十分だよ。うん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 、これなら全然全然問題ないですね。怪我しない位置でしょ。お互いめちゃくちゃ難しい。2人ともイージーアプローチが残ってるっていう感じですね。まあ、私なら片手でベタッと。なるなぁ、それは。こういうライはできる限り今こういう大きいスイングをしてたんで、やっぱ危ないですよね。はい、まあ綺麗にカットで入ればいけるんですけど、変な話、そこに低めの球で落としたら怪我するかってしないですよね。フェース開かないで傾斜なりにこう振ってあげて、すぐそこのこのカラーのこのちょびのところに落としてあげたら、まあまあ怪我しないアプローチが打てるんですけど、どうしてもこうやりたくなっちゃう。特にゴルフ歴長い人とかはね、別にこうやって打ったっていいんだけど、スイングが大きいから事故した時にやっぱりああいう事故になっちゃうんで、もうできる限りちっちゃいスイングで打ってもらいます。一回それでいいです。
こっちの方が怪我は絶対少ないんで、構造選択肢を持てるようにしとかないと、昔からのゴルフ歴が長い人やっぱついあれで寄らないかって寄っちゃう時あるじゃないですか、うん、ついついやっちゃうんで、その選択肢一回残しておきましょう。欲張りましたね。ちょっと欲張りましたね。60度はい、はい、しょうがないね。どうする？これやりたかった。そう、そうだね、やってみ。それをビビらずにやることだね。いや、まあ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 、まあ、いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。十分じゃないですか。ありがとうございます。テイクバック上げた瞬間に突風がして、うん、こうなる時あるじゃないですか。うん、強風の時に安定させるような打ち方とかあるんですか。あるよ、あるよ。スタンス広くして、内股にしてあげる。で、重心をしっかり落としてあげる。で、腰を動かさないで、このまま上半身だけで打ってあげる。そうすると動く、下半身の動きがぶれないから安定する。これ何回打ってもフックですね、やっぱり。でもこれをフックで読めってやっぱなかなか難しいですよね。いけ、信じろ、ひねろ。ナイスストローク。いやでもこれあるよね。ナイスストローク。うわ、もうナイストライ。これ試合でやられた時にキャディーさんとしてはもう最悪ですよ。逃げますよね。風の影響もあったり、いろんな影響あってね。そう、今ね一瞬弱くなったから、俺も選択とも2人ともちょっと不安になりましたね。抜けるんじゃねえかなって。で、俺は言い聞かせた、信じろって。で、まあ信じてもダメなことはあるってね。しょうがないですね。しょうがない。でもナイストライでした。ありがとうございます。あ、これは網スプーン球上がらんのかちょうどいいのか。上がらなくてもちょうどいいですし、当たってくれてもちょうどいいです。確かにね。ドライバーじゃないんだね。入っちゃうみたいです。あ、ベンクルに、いや、が腹立つ。左足上がりなんで気をつけて。いや、玉板か。左闇の玉板か。くぅ、炸裂しましたね。玉板か、玉板か、玉板か行きましたね。玉板か、アミちゃんの玉板か。別館でした。別館でした、はい、ね、バンカー上等ですよ。バンカー上等、上等ですよ。さあ、開き直ってまいりました。スライスかからない。全く持ってかれず、ただのいい球。あるあるだよね、さっきのパターもそうだけど。いや、今日一、今今日一。110。お、ピッチングで行きたいけど、うん、風次第、うん、今の風だったらいけるかも。じゃあプロのインパクト音をお届けしましょう。もうちょい戻ってこい。ナイスじゃないですか。右ペラしないようにだけ打ってました。素晴らしかったです。まあ、でもこれ置かれるとさ、ちょっといい音鳴らさなきゃって気になった、ね、ちょっとなるでしょ。上から打ちました。だから置いたんです。はい。だと思いました。あれ、さっき上に行かず。落ちてきたです。よかったんですけど。もうイージーイージー。イージー、もう超イージー。コロコロ大作戦。もう左足下がりのラフのバンカー越えピンすぐ手前。コロコロ大作戦。コロコロ大作戦。さあ、コロコロ大作戦。オッケー、十分じゃないですかね。大丈夫ですか。鼻の音お届けします。ちょっとレディーなんでやめてもらっていいですか。もうちょっとレディーっぽくしてもらっていいですか。ちょっとレディーなんでカメラの前で鼻いじってるのとか見られたくないんで。絶対使います。オープニングで使います。オープニングの平井亜美の紹介動画のところですか。やだ。亜美は鼻噛んでるやつ。めちゃくちゃいい、かっこいい動画なのに。ナイスオンじゃない。完璧ですね。ナイスレイアップからのナイスオンじゃない。お前マジでいいな。
過去一仕上がってんじゃない？ちゃんとして。私は頑張るだけです。うまい。あーでかい。あでももうこうなるよね、うん、もうあれでいいっすね。とりあえずは。とりあえずね。さあもう2人とも OK ぐらいのもうイージーのもう下りの微妙なフックにかかったりかからなかったり。これはこれはすごいな。今見た目線こうやって全部見てるでしょ。目線の広さがもう全然違うプロジェクト。ほら全然わかんない。しょうがないな。福祉そうっすよね。全然わかんない本当わかんないですよこれ。フックでしょうね。ちょっとフックですよね、うん、ここはフックなんですよ、うん、最後抜けると思うんですよ ねワンカップいったらなんか抜けちゃいそうですもんね。ワンカップいったら抜けそう。いいタッチ。いいタッチだね。すごいいいタッチ、うん、あ持ってかれた。いやいや十分だと思います。いいタッチです。今ね上げる直前でちょっと突風吹いちゃったね。風ですね。今風吹いちゃったね。いやなるよね。パンチ入りました。パンチ入ったね。あれをさっき教えてもらったスタート記録っていう内股にしてるとなりづらいってこと。ならない。気で利けパッド。なるほど。向こうのえげつない風でプレーしてるからさ、うんうん、覚えちゃうよあれは。こんばんは、ニッケです。プロトステがすごいっす。曲がらんっす。そうやねん。もう曲がらんっていう声がすごい。で想像がつかん。これよりいいシャフトを作るドライバーで。うん。329ヤード。全然違うの。プロトステがは後ろ1個外すと、もうとんでもないドライバーに変わります。めちゃくちゃいい。いいね。えぐいえぐい。えぐいえぐい。めちゃくちゃいい。もう何ね、網のゴルフがパラダイムシフトされちゃってるね。ああ、なるなー。今のは。わー。そう。ちょっと一回素振りしてもらっていいですか。いや、もうちょっとゆったり大きく深くトップを上げてください。OK、それぐらいでいいです。はい、それでいいです。で、要はだからまあほとんどのアマチュアの方ほとんどそうなんですけど、早く終わらせたくなってきて、うん、だんだん当たりが怖くなってくると上げてる最中にもう打ちに行っちゃう。リズムが速いとかそういう言い方をする人が結構多いですけど、今ぐらいああいう突発的なスライス、高いスライスが出た時は一回下がって上で一回間を置くように深い素振りをしてから打ってあげるとためができるんで、球が勝手に捕まる。もうめちゃくちゃいいよ。ほら飛んでる。めちゃくちゃ飛んでる。最高じゃない。打ちたい。うまい。これはやられたな。無理。これは無理。これは無理。はい、セーブ。オッケー。でもちょっと本当スイング崩れるギリギリだね、風が。はい。うん、もうちょっとで崩れそうだね。ちょっと怖いね。うまい。ありがとうございます。これぐらいの風の試合ある？ヤマハが強いかな。あ、ヤマハね。え、もうずっとこれぐらいの感じですか？昼から急に。あ、ね、あ、午前中吹かないんですけど、はいはいはい、午後からだいたい吹き出す。あ、ね、さあ風に煽られて戻されて、おー、ナイス。切れてませんね。集中力素晴らしい。うまい。ナイス。
チャンネル登録の方とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。概要欄の方から各種 SNS ですね、チェックしてみてください。よろしくお願いします。こんばんは、ニッケです。プロトステがすごいっす。曲がらんっす。そうやねん、もう曲がらんっていう声がすごい。だって想像がつかんもん、これよりいいシャフトを作るドライバーで。うん、329ヤード全然違うの。プロトステが後ろ1個外すと、もうとんでもないドライバーに変わります。この距離で打てるかどうか一回打たせて、1回だけ、1回貸して、1回貸してこれで痛かったらもう打たんから。ほらほら、先生の言うこと聞いてないもん。ちょっとこれ貸して、ちょっと、いやいや、もっと近いところでいいじゃないですか。違う違う、もっと近い方がなんか痛い感じがするから。そんなことない、これほんと。ちょっとじゃあ素振りだけ刺して、素振りだけ刺して、おっと、たまたま60度だった。あ、痛くない。めっちゃうまくね。めっちゃうまかった。めっちゃいて。これはもう師匠超えですわ。いやいや、そんなわけないじゃん。いや、というのは。どう考えても網だよ、これは。ほら。あ、お先に失礼します。出す。